どうも、俊介です。今回はメッセージ動画ということで、2023年をより良くするために必ずやるべきことトップ5というテーマでお話ししていこうと思います。皆さん、新年明けましておめでとうございます。2022年が終わって2023年始まりましたね。というか、まあ、この動画もう上がってんのが8日とか、9日だと思うので、まあ、1年始まってからだいぶ経ってしまったんですけども、通常動画で、僕が改めて、挨拶するのは初めてなので、明けましておめでとうございます。そして、今年もよろしくお願いします。さて、まあそんな1年最初の動画なんですけども、何をあげようかなって考えた時に、まあ、これしかないだろうって思ったんですね。それが、まあ、この1年をより良くするために、その1年の質を高めるために、絶対にこの1月中にはやってほしいことっていうのが僕の中であったので、それを今日は解説して皆さんにもぜひやってほしいっていうので伝えたいということで、この新しい種類の動画、メッセージ動画にして今日はお届けしていきたいと思います。合計でそのトップ5ということで5つあるので、全部やっていってほしいんですけども、順番も今日動画で紹介する順番通りにやったら、まあ、いろいろ書きやすいんじゃないかなと思うので、うまく活用してください。ということで、早速本題に入っていこうかなっていうふうに思うんですけども、じゃあまず1つ目ですね、はい、必ずやってほしいこと、1つ目は2022年の振り返りです。はい、振り返り皆さんしましたか？去年の振り返り、どんな1年でしたか？何が良かったか悪かったか、はい、これらをまず書き出してみてください。僕はそうですね、手帳に書いたんですけども、まあ、去年の良かった点、悪かった点、そして、感想ですね。そう、去年はこういう1年だったな、もっと来年はこうしていきたいなみたいなところを、書き出したんですけども、ぜひこれを機に、振り返ってみてほしい。多分普通に生活していたら、その自分を見つめ直す機会ってほとんどないですよね。なかなか、まあ、仕事してとか学校行ってっていう風に普段生活していると、自分自身のことについて考える機会ってないと思うんですよ。なので、まあ、この1年の最初という切りのいい時に、ぜひ、見つめ直してみてほしい。そういう時間を作るっていうのはとても大切だと思うので、この2022年の振り返りは皆さんにやってほしいなと僕は思っております。またこの振り返りをすることで、まあ、正直来年をどうしていきたいかっていうのが見えてきたりするんですよね。僕の場合だったら、その去年振り返った時に YouTube しかやってこなかったかなっていう風な感想が結構率直にありまして、だからこそ来年は YouTube 以外でも何か成し遂げたいなっていう風に考えていますし、あとは朝が弱いっていうのが去年1年を通して分かったので、はい、日記に朝が弱い、朝が弱いってたくさん書いてありました。だから来年は朝を、あ、今年ですね、今年は朝をハックするとか、もっと他にはその仕事で結果を出せなかったとかだったら、仕事で来年は1個でも大きな結果を出すとか、職場の人間関係が悪いんだったら、まあ人間関係をより良くするための行動を今年は起こしていくとか、まあ、そういうふうに去年の反省がある方こそ、まあ、来年どうしていこうっていうのが、考えやすかったりするので、あ、まあそういう意味でも2022年ぜひ振り返ってみてください。また思い出せないっていう人も中にはいると思います。僕も、去年何あったかなってパッと思い出せって言われても出てこない人間なので、そういう人におすすめしたいのが、僕はその日記を書いていたので、その日記を見返すことで去年のことがいろいろ分かったりもしました。あとは、インスタをやっている人で、その学生とか、若い方だったらまだストーリーとかも結構上げると思うんですよ。そのストーリーのアーカイブとかを見て、その過去のこと SNS を振り返ると、そういう投稿履歴とかで去年を振り返れたりするし、あとはアルバムですね、写真のアルバム、アルバムを見返すと、あ、去年こういう人たちと遊んだなとか、こういうことあったなっていうのも分かったりするので、まあ、そういうのを駆使してその去年を振り返ってほしいなと思います。でもここを見ても日記って素晴らしいなって思いますよね。やっぱり日記書いてたら、そのすぐに去年の振り返りができるわけじゃないですか。いや、こんなことあったなっていうのがすぐ分かるので、日記書くのはおすすめします。他にもいろんな効果ありますしね。はい、ということで、まず1発目、2022年しっかり振り返ってみてください。良かった点、悪かった点、感想、僕がやったのはこの3つですけども、まあ、自分でこうしたいなっていうのがあれば全然いいと思うので、振り返り方は自由ですので、とりあえず2022年去年を振り返ってみてください。では、2つ目、次やってほしいのが、今年の目標です。目標、これめちゃくちゃ大事。目標があれば本当に1年の質っていうのはグッと上げることができます。
僕も去年はそのちゃんと目標は持ってました。振り返りとか正直あんまりやれてなかった部分あったんですけども、目標だけは持ってて、その YouTube のチャンネル登録者数1000人、皆さんのおかげで大幅にクリアすることができましたが、まあ、この目標があるからこそ、その2月3月4月5月6月とか、全然うまくいってなかった時も頑張れた、踏ん張れたっていうところがあるし、そのために何をすればいいのかっていうのも目標があることで明確になるので、その行動を起こしていくことでその1年が充実していくっていう風になっていくので、今年の目標をぜひ皆さんも立ててみてください。どんなものでも構いません、別に大きくなくてもいい。その人それぞれ現状っていうのが違うわけで、その大きい志を持っててそれを目指すだけの心の強さというかパワーがあるのなら大きい目標でもいいですし、人によってまあもちろんその目標の大小っていうのは変わってくるし、捉え方感じ方も変わるので、まあ、自分なりの目標で構いません。はい、今の自分からまあちょっと頑張ってみたいな、こうなりたいなっていうのがあるんだったら、それを目標に立ててほしいなと思います。また、注意点としてはその目標に関して、多く、立てすぎないことです。1つから3つぐらいかな、これが限界かなと僕は思っていて、目標はやっぱり達成しないといけないわけですよそう、達成を目指すものってなった時に、例えば目標が10個も20個もありますってなったら、多分覚えてられないんですよね。その1年の最後、2023年12月31日に振り返った時に、あれ、あ、こんな目標あったんだなみたいなやつが多分5、6個出てきてしまうので、僕はその3つぐらいでいいんじゃないかなって思っています。だから僕も目標を立てましたが、3つしか立ててないですし、覚えてられるっていう意味であんまり多くは立てすぎないようにした方がいいんじゃないかなと、はい、考えております。また、一つその目標に関してポイントというか、やってみてもいいんじゃないかなっていうのは、具体化と数値化です。目標って達成するものでもあるじゃないですか。だから達成するためには具体化とか数値化っていうのがすごく大切になってくる。これはできる人で構いません。その目標が数値化できそうな目標であるなら、今自分の立ててもらった目標が数値化できそうな、具体化できるものなら具体的にしてもらって、まあ、できそうななかったら別にそこまでやる必要はないと思うので、はい、できる人は数値化、簿記の試験を受けて何級取りたいとかだったらその何級っていうのを決めたり、あとは売り上げを上げるんだったら、売り上げを上げるだけだったら弱いので、いくら上げるのか、そしたらまあ、どういうアクションを起こせばいくら上がるのかっていうのが分かってくるし、貯金をいくらにするんだったら、その何万円っていうのを明確に決めてもらうといいかなと思います。今年の目標を立てることができれば、間違いなくその1年の質っていうのは上がっていくので、まずは立てることですね。できる人は、数値化具体的にしてみてほしいなと思います。それでは、3つ目は今年の抱負です。抱負と目標の違いってまあ難しいんですけども、目標って僕の中ではその測定可能なものかどうかっていう部分があると思っていて、目標達成っていう言葉があるように、その達成できるかどうかを判断できるもの、これが目標で、まあ抱負は何かって言ったら、ある意味自分の気持ちとかその決意表明的な部分かなっていうふうに考えています。だから抱負ってなると、こういう1年にするぞっていうのが抱負です。今まで目標とそして2022年の振り返りをしてもらったので、多分今年はこういう1年にしたいぞっていうのが、まあ、うっすら見えてきていたり、まあ、考えやすくなっているはずなので、ここでバシッと、一本自分の軸として、今年の軸ですね、指針みたいな、コンパスの矢印みたいな部分を作ってほしいなと思います。僕の場合だったら、今年こそは死に物狂いで頑張る1年にする、これが僕の今年の抱負なんですけれども、まあ、人それぞれいろんなのがあると思うので、今年の抱負もぜひ皆さんに一本立ててほしいなと思います。それでは4つ目の、やるべきこと、必ずやってほしいこと、それはやりたいことリストを作る。そう、やりたいことリスト、はい、1年の充実感を決める指標として、まあ、目標達成とかもいろいろあるんですけれども、僕はその一つにあるなって思うのが、新しい経験の数。
この数が多ければ多いほど、その1年、ああ、いろんなことやったな、今年充実してたなって振り返るときに思えると思うんですね。だから僕は、去年を振り返ったときに、例えばギターを始めたとか、YouTube を始めた、YouTube の編集を学んだ、ピアノをやった、ラジオを聞いた、日記を始めたとか、まあいろいろあるんですけども、もっとたくさんあればいい1年だったなって感じることができるなって、はい、考えているので、この新しい経験を増やすためにも、まず自分が何をやりたいのかっていうのをリスト化して持っておくのはすごく大切です。またその新しい経験から新しいことを知って、そこから自分のやりたいことだったり、新しい興味も知ることができるんですよ。つまり、この新しい経験を積むことっていうのは、ある意味自分自身をより深く知ることができるということで、やりたいことリストをぜひ皆さんにも作ってほしい。どんな些細なことでも構わない。朝早起きするとか、バンジージャンプをするとか、東北に行ってみるとか、あとはそうだな、何があるかな、引っ越しをするとか、ピアノを始めてみるとか、勉強するとか、カフェ巡りをするとか、趣味を一つ見つけるとか、もう本当にどんなことでも構わないし、自分が思いつく限りのやりたいことをバーって書いて、これはそうだな、 iPhone のメモとかにすると見やすいのかな、うん、でそのチェックボックスみたいなのをつければ自分がやったことをチェックしていけばいいですし、そしてその1年を通して絶対そのやりたいことって増えてくると思うんですよ。その都度増やしていけばいいかなって思うので、やりたいことリストもぜひ、作ってほしいです。でこのやりたいことリストを作ると、その人生に迷った時とか、ふと何したいんだろうなって思った時に、このリストとかを見てみると、その先どう進んでいくかとか、何やりたいんだろうと思った時の道しるべになってくれることもあります。という意味でもすごく、やりたいことリストを作るのは、人生をより良くしてくれると思うので、これもリスト化しておいてください。では、最後ですね。最後は、やらないことリストを作る。はい。やらないことリスト。これ、やってる人結構少ないんですけども、やりたいことと同時にやらないことを作るっていうのは、決めておくっていうのは、すごく大切なことで、その人生の中の無駄っていうのをめちゃくちゃ省くことができるんですよ。僕たちっていうのは、本来やらなくていいことを結構やってしまっているんですよね。具体的な例で見ていくと、例えば仕事なら無駄な飲み会に参加してしまっているとか、お金がかかる、ランチに同僚と毎回行ってるとか、あとは仕事帰りに寄り道をしてしまっているとか、参加する必要のない、会議に参加してしまっているとか、プライベートなところだと夜更かし、タバコを吸う、お酒を飲みすぎる、ゲームを買ってしまう、コンビニをよく使っているとか、この辺ですね。この辺は本来やらなくていいことなんじゃないかなって思うので、そういうのをやらないようにすれば時間を確保することができるんですね。そのできた時間を別のことに使えば、さらに人生っていうのはより良くなっていく。そう、本来無駄なこと、やらなくていいことをやらないようになって、やるべきことがやれたら、もう人生の充実度って2倍ぐらいじゃないですか。まあこのやらないことリストっていうのは、去年の反省とかを元にしてやらないことを決めていってくれれば、思いつきやすいと思うので、ぜひこれも立ててみてください。でここでポイントは、やりたいことリストはとにかく大量に書いてほしい部分だったんですけども、やらないことリストに関しては少なく、はい、3つぐらいかな、多くて3つだと僕は思います。これやりたいことリストってどんだけあってもいいんですよ。まあ、その都度 iPhone で見返して、あ、これやりたいなと思ってまたやればいい話なので。でもこのやらないことリストっていうのは、忘れたら何の意味もないんですよね。だって普段から気をつけていかないといけないことだから、その飲み会をなるべく行かないようにするとか、これ忘れてたらどんどん飲み会行っちゃうじゃないですか。だから普段からちゃんとやれないこととして持っておかないといけないので、そのためには覚えておける範囲内の数にしないといけません。だから3つって言ったんですけど、難しいなら1個でも2個でも、もう本当に少なくて構いません。なので、とにかく3つまでって決めてほしいなと思います。でやらないことリスト、作るときに、まあ、方法ですね、いい方法っていうのがあって、まずは、まあ、これはやりたくないなとか、今年1年やらないようにしようっていうのを書き出してみる。その中で自分の中で優先順位っていうのをつけてもらってから、トップ3、この3つを厳選して、それをやらないこと、今年1年のやらないことリストにしておくっていう風な手順を取れば、まあ、本当に大事なやらないことをやらないようになっていくっていう風になるので、今年1年はやらないことをしっかり決めて、でそれをやらないようにして、時間の無駄を省き、1年を充実させてほしいなと思います。
以上が、5つですね、やりたいこととか、まあ、今年の目標とか振り返りとかだったんですけども、この5つを年始、まあ、年始めにやっておくことで2月以降すごくいい1年にしていくことができます。1年って、まあ、大人になるにつれてどんどん早くなっていくものじゃないですか。その1年の濃度っていうか質をどれだけ高めていけるのかっていうのは常にやっぱ考えておかないといけないことだと僕は思っているので、去年より今年、今年より来年、よりよく、よりよく1年をどんどん密度の濃いものにして、人生をより良くしていってほしいなっていうのが今日のメッセージになります。長くなってしまいましたが、編集でどれぐらいになってるんだろう。今ちなみにこの動画は21分ですね。はい、この21分、22分ぐらいの動画が何分ぐらいにカットされるかわからないんですけども、まあ、今年1年、一発目の動画は年始、年始めにやるべきことでした。じゃあ、この動画は、これで以上とさせていただきます。また今年1年も、まあ、僕は波乱万丈だと思いますが、また、次の動画で僕の目標とか、僕の反省点とか、振り返り的な部分は話していくんですけども、今年は、もっと有言実行な人になりたいなっていうのが一つあるので、そのためにももっと頑張っていこうと思います。抱負、死に物狂いで頑張る一年にするっていうのがあるので、本当に死に物狂いで自分のできる限りのことをいろいろやっていきたいなと思っているので、これからも応援よろしくお願いします。いい言葉、いいことを伝えられるように頑張っています。それじゃあ、これで今回の動画はおしまいです。これからもよろしくお願いします。じゃあまたね。